和議で終わった大阪冬の陣より半年、淀君は再び大阪へ浪人を集め戦を始めようとしておる。配下の知らせによれば、大阪城には霊石が運ばれているという。マリアが大阪城にいることは間違いなかろう。ウィリアム、再び大阪へ参ろう。この戦、お主も知る黒田長政殿、立花宗茂殿も参戦しておる。だが再会を喜ぶのは後にいたそう。人の道を外れて勝ったとて義なき天下は続きません。霊石を使わずとこの雪村必ずや勝ちましょう。信じてよいのだな、信重。義は我らにあり。皆の者、共に三途の川を渡ろうぞ。
ここは譲れん。
恐ろしいイサニュード、押して参るぞ。
この戦はすぐに収まろう。
突き動かしておるのは一体。様にあだなすものを野放しにするわけにはいかぬ。
殿の御為、拙者に出ようた小野が身を呪え。これより打って出る。狙うは家康の首ただ一つ。これが侍の死に様。邪魔はさせぬ。Oh!
霊石、やはり素晴らしきものよの。浪人ども、死してなお世に尽くせて本望である。